はい、マシン紹介第2弾です。引き続き達さんに登場してもらいます。どうもお願いします。おこれ、これ何ですか。なんか見たことありますよ、似たような形は。まあ多分記憶には多分あると思うんですけど、はい、これが唯一今日の秘密兵器。秘密兵器ですね。先ほどね、テイクワンです、はい、テイクワン18D に続いて、まあ、紹介、はい、したのが、これが、まあ、同じ年代、1988年の、こっちがこのスポーツバイクって言われるね、あの形のバイク、まあ、タイヤの個数はそういうのを後で説明しますけど、まあ、先ほど出たのがストリート向けですよね。こっちはどっちかというと生命の実質にきついですけど、まあね、これの後のね、あの紹介していくバイクの中で、はい、っていう、あーそうですね、あ、まあまあ、まずこれはもうホンダの、はい、あのパックスクラブっていう、あの昔その、はい、イルパックスとか、はい、あのクレージュタクトとかの時代に出てた、はい、イルパックスの進化系、はい、でパックスクラブっていうバイクです、はい、なんでエンジン自体が、はい、あの18と違って AF14 でしたかね、はい、ちょっとグレードの低い、はい、でちょっとスポーティーな感じ、はい、感じでスポーティーなんですけど、ちなみに馬力とかは確かね、このマシン自体が多分 5.5 ぐらいなんですけど、はい、意外と加速いいんです。あ、まあね、もう見た通り、まあ、ドラムの定番88年の、はい、まあもうこんなもんですこんなもんで、まあ、もうこんな感じですか。いや、軽いですね。軽いまあこうやって見てもらってね、ハンドルの方を切ってもらって、このタイヤの太さね、これもうあの今のマウンテンバイクでもこうちょっと細いタイヤ、これでもね、これあの自分実はこれであの走ってた頃からもうこうだったらもうハイブリッドタイヤとかも関係ないです。関係ない設置してたよって膝さえ擦りればもう走れるよ、はい、なんで、まあまあ、ね、この状態見てもらったら分かるんですけど、もう完全に綺麗すぎませんか。88年さっきのあの爆発の18から比べたらなんでこんな綺麗なの。もうすごいギャップギャップがえげつないですね。もう完全これはフルノーマル、何を触ったの。素晴らしい状態ですよ。状態日本の世界なんとか手に入ります。ああ、まあ、知ってる人は多分知ってると思うんですけど、パックスクラブっていうあのイブパックスの次の、はい、まあ18と一緒の1988年、だからヨスさんが、ね、はい、見たことがある、はい、まあ、本題に入ると言うたらみんなが知ってる G ダッシュですね。この G ダッシュの形の前のモデル、はい、こいつがまあなんとか G ダッシュに変わる。ほんまですか。もうこの顔面、ここ、はい、横、このサイド全部 G ダッシュもどきポンですか。ポンです。あー、いや、でも確かやっぱ形は似てますからね。そうですね、まあ、もうほとんどもうこれは G ダッシュと言っては過言ではない過言ではないですか多分まあこれどっちかというと今の子ら多分 G ダッシュは知ってる。そうですね、ちょっとあれは有名なんですけど、まあ今でもね、乗ってはる人もまあいてますけど、さすがにこのパックスクラブは逆にないんじゃないですか、まあ、たまたま、ね、見つけて手に入ったんですけど、あとはね、ちょっと予告でね、はい、いろんな事件がありますまあ今回もね、それになるかどうかっていうのをね、はい、ちょっと一回試してみましょう。程度はね、綺麗なんでエンジンかかろうかどうかっていうところですよ。また使う。あ、これでも多分ね、はい、これも前回分かってる。はい、いや、もうこれ昭和のテレビ方式ですね。ということで、まあ、どうもね、もう1988年でした。あれはもう、あのね、18インターン、はい、まあ、キックでしかかかんないですけど、こいつはもうセル一発で一発でかかる。さすがホンダ。いや、すごいですね、ホンダ推しが。そうです、ホンダ推しがすごい。スクーターのホンダ推しが最近すごい、はい。まあ、この当時もだから言うたらやっぱりメットインのその
シティバイク、まあ、先ほどのはめっといいんですけどね、うん、シティバイクと、まあ、スポーツバイクっていう、はい、スポーツスクーターって言われる部類の、まあ、まあ、走りって言ったら走りかもしれないですけど、はい、まあ、G ダッシュの原型、はい、前の原型、まあ、G ダッシュのになるデザインの前の世代ですね。やっぱこの世代はリアルタイムじゃないので、まあ、G ダッシュは知ってますけど、これあの鍵がついてますよね、シートのところ。そうです。これシート開くんですか、持ってるの？これね、やっぱりあのなんていうんですか、あれ、こっちね、鍵がね、やっぱ古いんかしら、なんかね、ロックかけるの抜けないんですよ。まあまあ、やっぱこれ古いんでしょうね。いや、古いんですよね。鍵も擦り切れてますからね。やっぱこう開くと、こう、あ、こういう感じ。あ、めっちゃ太いんじゃないんですか。そうですね。あれ、これはやっぱスポーツスクーターの感じですね、言うたら。まあ、攻めるバイクではないですけど、まあ、僕らの当時はお金がなかったんで、こういうバイクで攻めるっていうのがね、まあ、楽しみやった。ね。いかにこう、こんなバイクでもいけるか。はい、でもこれでもね、一応その G ダッシュに、まあ、したら、その、ぱっと見ですけど、落ちるし、なるけど、はい、まあ、タイヤの細さも違いますし、はい、まずまずこのエンジンがね、G ダッシュがもう全く別物なんですよ。でもこのエンジンも、はい、もう乗せ替えることができるんで、あ、G ダッシュも。フロントフォークも多分入ると思う。やったことないですよ。僕はこのままの形で、まあ僕もこれ乗ってたんですよ、実は。はい、これで、こいつは攻めたことがあります。まず、まずこの、大変な細さでも、あの、膝さえ滑るやん。あの、滑ろうが何しようが耐えるんで、これだけ小さかったら。軽いですね。はい、でも、これなんか言うたら、50キロぐらいしかないんで、もう、ちょっとしたあのね、ごちゃっとしたお姉さんは、まあ、そうですね。もう、持ち運びの便利なシートだからして。3秒揃ってますね。そうそう。で、まずこの、ね、外見今こう見てもらったら、そんなに綺麗な状態が、まず、まあまあないですね。まあ、ね、G ダッシュもまあレアですけど、まあ、そのね、G ダッシュになるきっかけを作ったこの、はい、バイク、パックスクラブっていうバイクね。いいと思いますよ、ね。この色もね。純正色の。純正色ですよね。これが30年前のバイクですよ。もうないですよ。バイクってこう下回り汚れるじゃないですか。そうっすね。こういうのめちゃくちゃ古いですよ。古いのも多分ね、もう前のね、オーナーさんが、これ僕がこれ仕入れてきたんですけど、まあ前のオーナーさんも大切に乗ってはったような気がします。やっぱりね、このステッカーとかのね、この色あせ、まあ映ってないよね、ね、なかなか映ってないけど、まあ近くで見るとこう、ちゃんとパックスクラブとか書いてあるんで。書いてありますね。まあ、これをね、なんで仕入れたかというと、将来的に、パチモン G ダッシュを作って、はい、またここでこのね、この場を借りて、まあ完成した時に、まあ、そっくりやなって、なると思うんですよ。で、まあまあまあ、お金のない方が、はい、まあ、買おうとしても、意外とね、いろんなオークションとか、はい、僕、ちょっとこれ、買った時に見たんですけど、はい、もう車体価格が高い。高いですね。実動がまずなかったんですよ。はい、そうで、セルで一発するので、なかなかその30年前のバイクでセル一発でかかるっていうのがよくないと思うんですよね。で、なおかつこれをね、ちょっと変えるだけで、ほんで G ダッシュに変わるっていうね。G ダッシュって言ったらやっぱほんまの僕らの時代で FN のほんまの走りなんですよ。堺のカーテンの頃にスクーターレースイコール G ダッシュな感じやったんですよ。あ、でも1年前は、まあ、これが言うたらベースです。ベース。だからホンダがすごいところは、こいつをそのまま使って、フレームをそのまま使って、エンジンとね、フロントフォーク、ディスクじゃないですか、ね。そうですね。ディスクにして、でエンジンも変えて、で G ダッシュとして打って、今やね、G ダッシュなかなかね、買えないですし、その走り屋のね、集まりミーティングとかもたまにまだ行ってますからね。たまに行ってます。水冷とかしてるのね、方もいてます。あの方向を使って、ね、水冷なんで、こう、ね、走
知ってる、そうですね、人もいてました。エンジンもね、スーパースクーターのレース、なるほど、ね、18のエンジンで、まあ、使ってたりしますけど、まあ、G ダッシュのエンジン、また、あ、G ダッシュとかっていうとちょっとギア高いとか、まあ、ウィンドビがいいっていうので、まあね、FN のシリーズが G ダッシュのレース何回か聞いたでも、やっぱりこのホイールベースですね、まあ、ここだったら18秒一緒なんですけどこのホンダのこのこの軽量化のコンパクトっていうやつは絶対にケツが暴れ出すんですよ。だから G ダッシュに関しても何回か坂へ走ってこけたらすぐリアのホイールが曲がっちゃうんですよ。だからちょっと聞いたことあるかもしれないですけど、ピートっていう水冷の伝説のバイクですよ。今やだと高級車みたいな扱いされてるあのスクーターさ、はい、前にこうバーンと出たガンダムみたいな、ガンダムの頭から、はい、あの水冷のあのビートのリアホイールをその G ダッシュに履かせるとリアのホイールの曲がりがなくなるっていうのが僕らの主流で、はい、僕もその入れようとしたんですけど、はい、このなぜかバチモンなんでこれこう G ダッシュにしたところで入らないんですよあ、入んないんですね。多分入んないと思う。 あのエンジン自体がこのイボパックスなんで AF18 とかそういうレベルじゃなくて 5.5 馬力の場合は全開しててもこうやって抑えれるんですよはっきり言うと、もうそれぐらいのパワーが非力なパワーでしかないですけど、もう珍しい。ただ珍しいね、珍しい。で、これ貼ってる方も懐かしいっていう人もいてるんですよね。まあでもね、今の若い頃は G ダッシュ知ってても G ダッシュの前の形がこれやっていうのはなかなかね、みんな紹介しないんで、あと僕ですらね、ちょっと分かってなかったんですけど、で、車両もね、その実動でっていうのがバックスクラブ自体がなかったんだね。 G ダッシュはね、十何万とか、ああ、ね、今はもう20万近い価格でね、販売、中古販売されて、 G ダッシュになるといろんなオプションがあったりとかして、こうちっちゃい羽根とね、そうですね、ありましたね。今のスクーターでない、ここのね、足、こんなに完全にレースするバイクっていうのはやっぱり G ダッシュが一番最初やと思う。足をね、ちゃんと引っ掛けれるそのチョコがパーツがね、そのオプションであったっていうね。ね、このマクロこれ。もう、明らかさまこれは。いいですね、湯たんぽみたいですね。湯たんぽ、湯たんぽっていうかもうこれもう、なんかもうマフラーの機能を果たしてるのか果たしてないのかわかんないですね。言ったらこれ多分チャンバーつけたらもうちょっと走るようなそうですよね。ちょっと容量が少なそうですね。さすがに 5.5 倍ですね。その 5.5 馬力が G ダッシュに変わるっていうところがまあおもろいんですけど、はい、G ダッシュは 7.2 ですか。それぐらいだったと思いますよ。やっぱり全然違いますね、そう考えると。でも外気持ち購入したその予定っていうのはこれを、まあ、バチモン G ダッシュにして、はい、またこのチャンネルで紹介させてもらうと思ってでもね、G ダッシュのパーツ一個一個がねものすごい高いんですよね。もしかしたらいずれこれでバチバチに走ってる映画撮れるかもしれない。そうですね。一応そのつもりで、まあ、まあベースで買ってみて、まあまあね。ね。でもだからこれを見てくださった方は G ダッシュとちょっと比較してみてください。全く一緒ですか。本当ですか。全く一緒。もうちょっとここら辺がね、ちょっとこの G ダッシュとダブルライト。あ、そうです。ダブルライト。ここら辺がちょっとね違う感じで、あともうここら辺はもうほぼ G ダッシュです。あとドラムじゃない、ドラムディスク、あとエンジンですよね。そこはやっぱあの G ダッシュとしては重要じゃないんですか。もういいでしょ。あ、いいです。もうこの際ここに G って書いてた無機でもいい。思われます。僕一つ綺麗なんだ。はい。はい。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。はい。でも時代はあれだんで、もしかしたらこれでメッドスリーが見えたりはしないですか。あ、多分これがのノリですね。僕はいつものケツなんで、はい、運転手が、まあ、運転手がね、はい、いてればもうこれで、まあ、もうやれますだろうと。まあ、なんならまあね、まあ、最初に紹介した18でも全然揺れますか。はい、もうこんなんやったらもうシグナスなんか出し切ったらもう4人乗り5人乗りできますから。あとはもう乗り手次第で何でもできます。まあちょっと有力感もいてますけどね。そうですね、これからのね、ね、もしかしたら
チャンネルで、まあ、まあ僕ね出してもらって、まあ、今日も、まあ、まあ話はありますけど、はい、まあまあ、このマシン紹介は、まあ、こういう感じの、そうですね、まあ、ここは G ダッシュの原型っていう感じです、ね、はい、バックスクラブっていうバイクです、はい、じゃあ、ありがとうございます、はい、で皆さん、ね、バックスクラブちょっと、はい、見てください、はい、G ダッシュに変わります。